どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。ということで、ショート動画から知ってくださった皆さん、そしていつも応援してくださってる皆さん、この動画を見てくださってありがとうございます。今回ですね、自己紹介改めてさせていただきたいなと思ってます。いつも見てくれてる人からしたらね、おそれ何回も聞いてるよってことかもしれないんですけども、改めて自己紹介させてください。僕は高校生からね YouTube やってるんですけども、中高時代ずっと僕帰宅部だったんですよね。勉強もずっと嫌いで、もうなんか基本的に全部赤点。みんな言うじゃん、あ俺赤点だわとか言っている人いるけど、俺本当に赤点だったの。なんでかっていうとね、ずっとゲームしてたのよ。その時 iPod Touch とかが出た時代で、パズドラとかやってたりとか、クラクラとかそういうスマホゲームやったりしながら、友達に動画を自分で編集して見せるのが好きだったんですよ。それもね、当時ヒカキンさんとかをずっと見てて、僕も心のどっかでね、あーそういう YouTube とかやりたいな、動画投稿とかしてみたいなって思ってたんですけど、なかなかね踏ん切りもつかなくて、友達に見せてたんですよね実は最初。そこですね、ヒカキンさんに憧れて僕も細々 YouTube アカウント作ってみたんだよ。そこでね、当時はねゲームではなくて、初めて聞く視聴者さんもいるかもしれないんだけど、僕なんか実写動画の YouTube チャンネル1個作ったんですよ当時。それでね、週に何本か投稿してたと思うんだけど、それ学校に見つかってしまったんですよね。なんか顔出ししちゃってたので、学校からですね、もう親も呼び出されて、学年主任の人もねもう登場してきて面談しちゃったんですよね。そこでね、もう今すぐ YouTube とかやめてくださいと。もうネットもすごい危ないし、ね、個人情報が流出して将来どうなるか分かりませんから、もうそれは消してくださいって本当にしっかりめに怒られたのよ。でその時はね、うわーなんかちょっと悪いことしちゃったなって。僕ね、そんなね面談室に呼ばれる系の人ではなかったから、あーよくないんだって思ったんですけどね。僕本当に動画編集とか、それをなんか友達に見てもらって喜んでもらうみたいなのがすごく楽しかったから、いやこれちょっと続けたいなって思ってね、アカウントもう一個作っちゃいました。それがね、このアカウントなんですよね。でね、さっき言った勉強が全然できないとかね、部活に入っていなかった、じゃあその裏になんか特別な理由があったんじゃないかって今皆さん思いましたよね。実はですね、僕この人生の中で目標達成をした、これはやりきったっていう思い出がもう一個もないって言っても過言ではないんですよね。小学校の時に、バスケットボールやってたんですけど、それもすぐね、やめちゃって、もうなんかちょっと先輩怖いなみたいな感じですぐやめちゃったんですよね。もうキラキラした学生時代、キラキラした人生じゃなかったんですよ。そんなね、まあ、目標を達成したこともない、うだつの上がんねえ高校生が、まあ、僕だよね。僕がその出会ったのが YouTube だったのよ。YouTube をやって、好きなことをして、やりたいことをやるって言っても、学年主任にむちゃくちゃ怒られたりとか、あとは友達にちょっとやってるんだよって言った時に、何なんかあいつ変なやつだよなとかね、そういう雰囲気もあったわけ。なんでやりたいことやろうってだけでなんか謎の変なやつ扱いされるわけよ。皆さんもそんなことありませんか？夢を語ったら笑われるね、やりたいことを宣言したら無理だよと笑われるね、やめときなよとかさ、いや無理だと思うよとかさ、いやリスクがとか言われんじゃん。僕そんな中でもね、まあ、YouTube に動画を投稿し続けて、今2014年から始めていますので9年目になるよという年でございます。もう大学入ってからとかもさ、まあ、周りの人は僕のこと結構変人扱いされたんですよ。まあその中でもね、あいいじゃんって言ってくれる友達は数人、もう2人ぐらいいたんですけど、まあ、正直ね、まあ、生きづらかったし、まあ、結構悔しかったですよね。そんな中で YouTube でねいただいたコメントっていうのはね、全く違ったんですよ。僕の動画はね、キヨキヨさんの動画見て元気もらいましたとかね、あとはなんかちょっと大好きですとか言ってくれる人がいて、喜んでくれるなってそう実感できたのが初めて YouTube だったんですよね。僕はね、その YouTube のコメント欄を通して視聴者さんに本当に励まされてきました。これからもね、もう YouTube に本気で向き合っていきたいなと思っているんですけれども、僕はどこを目指すのか。僕の夢は100万人の方にチャンネル登録していただくことでございます。はい、こちらはですね、年始にもていうか毎回の動画でね宣言したり書いたり文字にしたりしてるんですけれども、100万人っていうのはね、もう数字がただ増えたらいいっていうことではないんですよ。チャンネル登録してくれた人が1人いるから、チャンネル登録者数が1増えるんですよね。まあもうなんかこれ頭痛が痛いみたいな話になっちゃったんですけど、何が言いたいかっていうと、100万人登録達成の裏にはあなた人がいるっていうことなんです。その人たちに僕の作った動画を見てもらえる、これが僕にとってのむちゃくちゃ大きな幸せなんですよ。僕ね、まあ、ずっとね言ってるんですけれども、僕の肉体をかけた使命ね、僕の肉体をかけた使命っていうのは、関わってくれた人に元気を届けること、もう幸せにすることっていうことなんですよね。うだつの上がらないこう学生時代もうね過ごしてきた僕にこう居場所を与えてくれた、もう視聴者さんだよね。 YouTube もそうだけど、もう視聴者さんだと思う。本当に
感謝しかありません。いつもありがとうございます。これからもですね、もう YouTube の動画そしてショート動画を通じてたくさんの人に元気をお届けしたいなと思っております。そして僕の高校生からの夢であるチャンネル登録者数100万人の夢に向けて日々魂込めて動画作っていきたいなと思っておりますので、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。